佐賀県のスポーツを愛する皆さん、学生の頃プロのスポーツ選手に憧れたと思います。ただそれ以上に隣町の学校の先輩に憧れたことはなかったでしょうか。この番組はそんな地元のスター選手、つまりサガンエースたちのうまさの秘訣に迫る番組です。主人公は佐賀国スポで活躍が期待される現在中学生の各競技のエースたち。佐賀国スポに向けて部活に勤しむ小中高生の未来が明るくなることを心から願って、サガンエース。私たちは輝くアスリートを応援しています。お伺いしたのは佐賀市のサッカークラブデサフィオーラ FC。 今回特集する選手は、たゆまぬ努力でトップを目指し続ける若き努力の天才です。今泉亮です。ディフェンスでセンターバックをしています。5歳ぐらいで始めました。いや、特に何も知りません。西日本で得点 を取りました。高窓の宮杯で3位に。チームメイトと楽しくサッカーができて、いろいろ楽しい話とかプレーとか激しく競り合っているので、そこが一番楽しいです。お台場ではチームメイトの長澤真央を組んでいる人です。セルヒオ・ラモス選手です。自主練習でゴムチューブを使って筋肉に刺激を入れて、その後にボールタッチとかヘディングとかをしています。フィジカルを生かした1対1の強さ とインターセプトをすることです。チームのために失点をしないために、相手の裏にボールが、自分たちの裏にボールが出たらすぐカバーをできるように準備をしています。自分は1対1からのシュートが結構好きです。まずシュートを打たせないためにしっかりステップを踏んで、左右に動かされてもしっかり対応できるようにはしています。自分はボールタッチが結構苦手です。やっぱり速いプレスをかけてくるチームがいるので、足元があったらそこをテクニックとかで剥がせるので、しっかりと腕を使ってジャンプをしてヘディングするようにしています。もっと1対1の強さやカバーリングとかインターセプトなど、強いチームの相手でもできるようにしていきたいです。スパイクです。音楽を聴いて歩いたりとかはしてます。体幹とか筋トレをしています。フィジカル的にですね、高いのが彼の特徴で、さらにですね、サッカー IQ が高いというか、サッカーの面での賢さっていうのがすごくあるので、そういったものを生かしたプレーっていうのが彼の特徴かなと思ってます。とにかく負けず嫌いでですね、向上心がありますので、チームが点を取られれば悔しそうな顔をしますし、自分が点取れば喜んで、やってくれているので、そういうところはですね、消さずに3年間、見守っていきたいなというふうに考えています。
リカル的な長所を生かしながらサッカーの賢さで勝負する、それから負けず嫌いのところですかね、その辺が彼のいいところだと思うので、あとはですね、小学校の時から積み重ねてきた財産に中学校3年間で新しいものを積み上げていかないとですね、どうしても先のステージに行かないと思うので、まあフィジカルとかそういうところに頼りすぎずですね、技術とか駆け引きとかそんなものを覚えて高校で活躍してほしいなと思ってます。どこの強いチームでもしっかりと特徴を出して、県一を と全国を目指して頑張りたいです。今回今泉くんからは、自分の強みであるフィジカルはしっかり磨きつつ、その一方で苦手な部分も強みに変えようとする姿勢を見せてもらいました。今泉くん、デサフィオーラのみんな、今後もたゆまぬ努力で勝利を目指せ。